非行森保監督会見でまさかのヘッドダウン型発言してしまう。インドネシア戦の前日会見に出席した森保監督は、報道陣から森保監督のボトムアップ型のチームマネジメントに関する質問が飛び、それに対して次のようにコメントしている。そうですね、おっしゃる通り、どういう例えをしたらいいかわかりませんけど、ボトムアップ型なのか、トップダウン型なのか、であったり、そのチームの責任者としていろんなタイプがあると思いますが、まあおっしゃる通り私自身はどちらかというと、ヘッドダウン型。ヘッドダウンじゃないですね、ヘッドダウンすみません、トップダウン型ではなく、ボトムアップ型かなと。ちなみにこの発言で思わず笑ってしまったのは森保監督のみで、記者から笑いがこぼれることはなかった。そしてこの瞬間の冨安さんの表情はこちら。森保ヘッドダウン型はないやろ、せめて顔上げてこうや。どんだけ謝罪の意識強いんだよ、実るほど神戸を垂れる稲子かなってか。ヘッドダウン型、この状況でこのボケ、自分が記者なら報復絶倒します。冨全く笑ってなくてくさ、冨安真顔やん、冨呆れてなかったか。鳥の恩返し矢印今までありがとうございましただったらおもろい。試合中もこの解釈と話すスピードだったらそりゃ修正なんてできないでしょう。日本語を話してるはずなのに何を言ってるのかよくわからないんだよな。翻訳で戦術がバレたらまずいから翻訳しづらい言葉を使う森保戦術。戦術固定なのは次のワールドカップまでにバレないようにする戦術。硬すぎてえぐいわ。さらにこれがガチだからやばい。